どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。福田さん、今回のテーマは何でしょう？はい、今回は魔法少女サイトのこちら、はい、じゃあ好きなキャラランキングということで。好きなキャラね。いや、これは結構いっぱい出てきますからね、うん、まあ、女の子はね、たくさん出てきますよね。だって管理人もね、18までいますからね。管理人管理人入るかな。管理人も18までいるんで。18いるんですよね。入る可能性ありますよね。管理人は正直あんまり把握できてないんだよな。あ、そうですか。あの天狗の仮面の、いや、だから天狗の仮面見たら覚えてますよ。ただあれが何だったのかは1から18の間のね。まあ、あいつは何番か分かんないです。天狗の 2だっけ。天狗、あ、2は違うか、あいつか。天狗は、12です。12だったか。はい、天狗 の、 あのスクール水着着てるやつ、ね。はい、そうです。天狗のスクール水着12だったか。はい、でこの順番もね、これ強さの順とかいうわけでもないから。そうですね。まあ、1はね、はい、強いですけど、うん、スクール水着じゃないんじゃない、あのバニーガールみたいな感じ。あ、バニーガールだっけ、うん、スクール水着は、11です。11、はい、骸骨でスクール水着。骸骨スクール水着。そう、バニーガールだ、はい、天狗は。バニーガールです、うん、はい。なんでね、どういうことなの、何番が入ってくるのか、ちょっと紛らわしくなっちゃう可能性ありますけどね。いや、1位か2位とかの可能性もありますから。まあ、サイト管理人が入るとしたらね、はい、その可能性もありますが、はい、はい、じゃあちょっと見ていきましょう。1位ずつからね、はい、はい、僕の第3位はこちら、はい、雫目紗理奈。雫目紗理奈、まあ、これ最初あの、アヤのこといじめてた子ですね。あいつね、首切られちゃったやつね、うん、そう、首切られてた、うん、ここにも傷が残ってますけど、はいはいはい、まあ、最初めちゃくちゃ嫌なやつでしたけど、うん、途中からね、なんか情に熱いやつになりましたから。まあね、なんかこの漫画のこう、うん、一番あるすげえ嫌なやつだったやつがなんかね、いいやつになっちゃうみたいなね、うん、そうね、うん、うん、だからこいつは最初から出てますしね。こいつはさ、うん、その基本与えられてないよね、アイテムは。アイテム与えられてないですね。そうですよね、自分で、うん、あ、でも途中からヨーヨー、ヨーヨー、そうかそうかそうか、うん、途中からですけど、最初は魔法少女じゃなかったんで、うん、うん、まあ、だから結局は友達が好きなやつってことですよね。まあね、最初いじめる感じじゃなかったんだもんね、うん、まあ、なんか最初はうじうじしてるのが気に食わない、うん、まあ、確かにあれ気に食わないぐらいうじうじしてましたからね、うん、朝霧あやは。まあ、それでもね、よくあんないじめられてたやつを見返したいがためにパワーを手に入れて、うん、そのパワーでいじめてられてたやつと一緒に戦うっていう、そうね、結構恐ろしい話ですよね。まあ、そういうとそうかもしれませんけども、うん、まあいいですよね、ずっとチャキチャキしてますし、あの、まあね、そう、元気なところがいいですよね、ずっと。あれさ、あの、うん、あいつさ、首切られて、はい、病院で治したってこと？ずっと入院してたもんね。そうか、そう、うん、それは普通に治したんじゃない、病院で、うん、で殺されたのは時間戻して大丈夫だったってことだね。そうですね、うんうん、それがね、ちょっと難しいですよね、治したり。そう、何回もね、時間戻っちゃったりとかしますからね、はい、で、私の3位こちらです。はい、じゃん、榊さくら、チビのやつです。 あの子ね、はい、2部の。そうです、うん、あいつはね、この唯一ね、この魔法少女の中でね、はい、全く悪いところがない。本当にいいやつ、最初から最後まで。まあ、なんか人格者だしね、うんうん、そう、なんかどっかでやっぱみんなちょっとね、うん、何かこうあるんですけど、こいつだけはね、何もない。え、こいついじめられてすらないんじゃないかと俺は思ったんだけど。、うん、家庭環境が悪いのかな。家庭環境ですよね、うん、なんだっけこの子は。なんかでもお母さんかなんかは助けてたよね、最後。うん、分かんないですけど、親父が殺されたんじゃない。親父が殺された、親父が殺されたのか、うん、なんかその一回話してくれなかったよね、うん、なんでって言ったら話してくれなくて。そうね、うん、まあでもなんかね、こう二部のね、主人公をこう支える役目で、うん、結構頭も切れるしね。そうね、うん、で、まあ攻撃型のね、ステキも持ってるし、うん、はい、なのでなかなか人気高いんじゃないですか、これでしょ。人気投票で言ったらもうだいぶ上なんじゃないですか。いや、上入らないんじゃない。いや、上でしょ。モモンと同じぐらいの。いやいや、だからモモン人気なかったのよ。だいぶ、あの、金色の菓子のね、モモン人気なかったんですよ。サングラーは人気ないんじゃないかな、わかんないけど。ちっちゃすぎるから、いくらなんでも。ちっちゃいからね。うんうん、だって、小村佳代の半分ぐらいしかなかったですよ。そうですよ。うん、はい、で、ずっと、ね、常に漫画描いてるっていうね。ああ、そうね。漫画の絵上手でしたね。はい。うん。さらに、ああ、そう。はい。榊さくらが入る。僕結構好きですよ。はい、じゃあ僕の第2位は、こちらです。リンガサユキ。
凛河小雪ね。凛河小雪はいいですよね、この組長の娘ね、はいはいはい、暴力団の、まあ、うん、唯一、うん、肉弾で戦えそうなやつだもんね。そうね、うん、刀ですからね、うん、使ってんのが。まあ、ちょっと能力がね、こいつもなんか悪いところないもんね。こいつも悪いところない、嫌なことは一個もしてない、うん、ただもう義を尽くす感じでね、うん、だ監禁されてたってことでしょ、ずっと。そうです、敵対する組に監禁されてて、もうひどいことされて、うん、で殺しちゃったけど母親が代わりに捕まってくれたっていうことですよね、うん、まあね、うん、まだまあそうだね、こいつも一回も裏切ったりとかしなかったね、うん、裏切ってない、なんか急に仲間になってずっといいやつでしたね、うん、そうね、顔つきも変わってった感じするしね、なんか 最初はなんかもう男みたいな顔をしてたもんね、うんうん、なかなか、うん、まあ人気ありそう、こいつこそ人気ありそうだ、人気あるでしょ、凛河小雪は強いし、凛河小雪がもうほんと死亡って出ました、死亡出ましたよ、凛河小雪、はい、ショックでしたね、あの時は死亡ですね、やっぱあいつ残したことね、またちょっと活躍させなきゃいけないんで早めに死亡させなきゃ、まあね、はい、じゃあ私こちらです、はい、凛河小雪の母ですいやまあね、いい人というか、うん、かっこよかったですけど、だ僕は凛河小雪の母が出てきた時に分かったんです、ついに。何ですか、その凛河小雪より凛河小雪の母の方がいい女だなって思ったんですよ、うん、で、あ、うん、僕は全然ロリコンじゃないんだなって思ったんですよ、まあ、まあそうだけど、はい、凛河小雪の母の方が全然いい女、美人だなって思いました。いや俺別にいい女とかであんま見てないのよ、 そうだけど、例えばこういう漫画とか見たらさ、うん、凛河小雪の母より凛河小雪の方がさ、可愛いって思う人もいるわけじゃん、まあね、まあ基本的にはそうなのかもしれない、ね、でも俺はやっぱり凛河小雪は恋愛の対象にならないけど、凛河小雪の母は恋愛の対象になる、なるのなるの、怖いね、うん、あ、そう、同い年ぐらいでしょ、だって、いや下じゃないの、え、凛河小雪の母だって、あいつら15歳とか16歳でしょ、そうだよ、まあそうかいやそうですよ、ヤクザだしね、20代で結婚してるでしょ、そうかそうかそうか、うん、じゃあ全然いけますよ、いやいけますよってじゃないですあ、そう、うん、母が出てきても、いやだから綾の母は、綾の母ってどんなやつ、あ、主人公、ああいうのはタイプじゃない、どういうことですか、凛河小雪の母ちゃんも最後アイテム持って、うん、なんか魔法少女たちが一気にアタックするみたいな、一員に入ってましたからねまあ、あの人も強いですからね、はい、やっぱり凛河小雪の母も、はい、うん、だから、小雪の剣持ってましたからね、最後、うん、何気に、そうね、はい、まあだから、まあ、娘思いだしね、うん、凛河小雪の母名前ないんだね、ないっぽいんですよ、そうね、だからお父さんはだって凛河玄陽っていう名前があるんでしょ、うん、だからまあ、さゆき、ゆき、ゆき、ゆきなとかなんじゃない、凛河ゆきな、凛河ゆきなにします、僕が雪残して、はい、凛河ゆきなです、もし知ってる方なら、はい、教えてください、ね、私はね、そうですね、はい、全然ロリコンじゃなかったですね気づきました、本当にどこで安心してるはい、はい、じゃあ僕の第1位はこちら、滝口朝日、誰だ滝口朝日って、滝口朝日はあの早いやつです、あ、あ、俺も一緒、あ、そう、うん、いや、なんで気づかないの名前は覚えてなかった滝口朝日、早いやつ、この子はいいですよね、うん、なんか、いや、こいつこそ、うん、正直何のキャラもないよ、いや、そうこの子も出てき方は本当その他大勢のうちの一人って感じだったのに、うん、いつの間にか主要メンバーにね、うん、まあ、やっぱ使いやすいんだよね、能力がね、やっぱめちゃくちゃ活躍するしね、うん、もういや、なんかちょっと危険な時とか、うん、もうこのダメだってなった時にこいつだよね、そうね、大体もう遠くから助けに来てくれるから、うんうん、でこいつとだから、テレパシー使うやつ、テレパシー、ああはいはい、あの男の子ね、うん、うん、が2人揃ったらめちゃくちゃ強いよね、うん、やれることいっぱいある、確かにね、うん、最後のあれよく分かんなかったけどね、この時間の時間も超えちゃったみたいな、だから時間を超えちゃったんだよ、止まらなかったってことでしょ、うん、光の速さを超えたってことなんじゃない、うん、でもそれと時が止まるの、なんか全然違う軸の話だと思っちゃうけどな、俺は、いいのよいいのよ、もう止まるより早いんだから、とにかくそうですか、うん、まあでもまあまあこの子もうさらに人気ありそうだなと思ったけど、確かにね、これ人気投票とかあったの、いや、ない、ないよね、サイトしかない、サイトで発表してんの人気を、まあ、サイトではあるけどね、サイトってそういう人気ランキングサイト、魔法少女サイトサイトってこと、魔法少女サイトサイトでしょいや
これは何だろうな。斉藤さんが作ってる、まあ、斉藤さんが作ってる一番上に出てくるサイトですけどね。あ、そう。それは誰が人気あんだろう。第1回あ、でもアニメで、アニメのランキングさ。あ、まあでも一緒でしょ。アニメやってんのこれ。アニメやってる、うん、1位誰。1位、これでの1位は八つぶらつゆのじゃない。いや、あ、酒井じゃない。小雨、うん、あ、そう、あの眼帯つけてるの。あ、そう、中二病のね。なんでだろう、不思議。偏ってないそのサイトは。まあまあ、なん、まあ、何て言ったらいいんだろうこれこれを見る限りね、うん、小雨が1位なんだ。え、ももは、まあ、いや、もも入ってない変でしょ、8位ももって入ってない19位でしょ、他の漫画から。あ、そう、2位は、2位が八つ村。あ、2位は八つ村ね。え、こいつは朝日は上位じゃない。でも朝日、滝口朝日、滝口朝日はここだと12位。12位。え、じゃあ6は、ジャージ姿で入らない。入らないんでしょサイト管理の方入らないでしょでもサイト管理にもちょこちょこ入ってきて、え、やっぱ何だかね。でも6は入ってないですね。2が入ってます。 2? あ、ひょっとこね、ひょっとこね。でも2は後々八つ村、八つ村がなるのね。そういうのもあるのかな。あ、確かに。いいでしょう、うん、難しいね、うん、人気ランキングって分かんないもんだね。はい、というわけでね、気になった方はぜひ漫画の方を読んでみてください。お願いします。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。改めて自己紹介。知っての通り、私はあなたと同じクラス、八つ村つゆ。そしてあなたと同じく魔法少女サイトに出会って魔法少女になった。そんでもってあんたと双子。いや、こんな序盤に言わないで。で、あんたの幼馴染、あんたの親父。いや、言わないで。どうも、ありがとうございました。